尺小源は、台湾の二層。地積基金会の創設者。日本統治下台湾台中州大公軍清水街、生まれ。カレンの同志、台湾のマザーテレサと呼ばれる。日本統治時代の末期に生まれ、おじ夫婦の幼女となり、豊原市に住む。養父は劇場を経営し、豊原や清水、深子など、台中県内の各市を転住した。家は、 比較的安定し、彼女は家庭を助け、世間からは、高校娘と呼ばれた。後に、米軍の空襲に遭い、戦争の残酷さを見せつけられた。1960年に養父が、脳一血で亡くなり、彼女は、悲しみのあまり、人生の道理について、考えるようになった。豊原寺や自雲寺に参詣し、因縁家法の号の仕組みや、人生の無常を知り、 出家を志すようになった。その後、彼女は引き続き真理を探し求め、聖書や四書を読んだ。四書の中に、中国伝統の倫理や道徳が書かれていることを、見出し、社会の安定は、個々の人々が己の分を守ることが大事だと思い至った。その頃、ある信者が、ホッケ業の古紙を捨てるのに出会い、それを買い求めた。その後、 自雲寺の僧侶の推薦で、台北県潮止め市の聖子院に行って、出家の準備をしたが、三日後に母に連れ戻された。その後、自雲寺の釈修道に従って、高尾屋台東県の六谷里に行った。二人は、カレンに泊まり、仏教連社で、日本語の北家行の講義集を読み、その中の無料を義常に、静関成長、資源宇ろ清森幸不動、 奥一万千校。無料訪問、ことごとく現在前、特王寺へ、通達処方の十六文字があるのを読んで感動した。1962年に、釈修道が豊原に帰り、彼女は一人泊まり、元総便庫寺の下で、自ら落発して、シャミニになり、釈修さんと名乗った。1963年に、台北の臨在寺で会談が開かれることになった。 彼女はここで正式に受戒しようと考えた。その時、江日行動に至り、印順氏の書いた大巨大自然集》を購入した。彼女は印順氏に会い、死の下での出家を願った。印順は彼女に、出家したからには、毎日を仏教、人々のために生きるように指示し、法名を赤資源、法号をサトシアキラと名付けた。受戒後、彼女は、 カレンに帰り、巨僧ビ小コが、不明寺の後ろに建てた小屋で、ホッケ業を独唱した。その後、小屋が台風で倒れたため、事前寺に先手地蔵教を講義し、4ヶ月の間に、弟子が4人誕生した。後に、キールンの海江寺で、夏安居を3ヶ月行った。1964年の秋、不明寺に帰り、特寺、特唱、特通る。 特音の四人の弟子と共に、近くの地蔵廟の側に小屋を建てて修行した。その当時の台湾では、信者から、度胸、残悔が常に求められ、たとえ真夜中でも、例外ではなく、修行する時間が取れなかった。そこで、彼女は、度胸しない、法要をしない、弟子を取らないと決めた。毛糸のセーターや、小袋や子供の靴を作って売って、生計を立てた。 1966年に、弟子の徳、徹の父が病気になったので、法輪鎮の病院に見舞いに行き、そこで、地の跡を見た。周りの人に聞くと、豊浜の少数民族の女性が運ばれてきたが、手術の保証金が支払えないため、再び担がれて帰郷したとのこと。その後、開成中学校の教員をしていた3人の、キリスト教の修道所が通りかかり、 彼女らと意見交換をした。その中で、キリスト教では、社会奉仕活動をしているが、仏教ではどうかと問われ、個人の修練に身を置き、団体で活動することがあまりない、当時の仏教界の状況を帰り見た彼女は、新感した。彼女は信者に竹筒を渡し、毎日買い物代金からご毛線を記車するよう求めた。月に一度にしないのは、 日々善行をする心を育てるためである。この年の3月24日に、正式に、仏教活難地み密読会が誕生した。信者や、弟子希望者が多かったので、彼女は、やむを得ず、弟子を取らないという誓いを放棄した。そして次の二つの規定を定めた。設立当初は、不明寺の境内で、手工芸品を手作りしたり、 救援物資を配送したりしていたが、狭かった。そこで、彼女の母親が、お寺に隣接した一交五部の土地を購入して寄付し、一堂を混流して、生死少女と名付けた。この頃、会員の協力のもと、月刊誌、地図月刊を刊行し、地図委員、地膜と制度を始めた。上述の先住民族の事件と、修道所の来訪は、 彼女の貧者への医療支援活動を志す強い動機となった。1978年に彼女は狂心症にかかり人命が呼吸にあることを悟った。また、基金会に長期的な支援施設がないこと、台湾の後山地区に長らく医療機関がないことにも思いを巡らせた。翌年に彼女は無料診療所を始めた。 これは、貧しさと病気は相互に関係し、病気は貧困をもたらすことが理由であった。地ズ会員の月例会議で、総合病院の建設を提案した。しかしながら、経費がとても高いので、初めは、指示が得られなかった。そこで彼女は各地を回って募金し、社会の各階層や自治体の指示を取り付け、林洋子を総長し、 離島機などの用人の協力も得て、用地を取得した。1984年4月24日に、岡蓮宿原家連農工牧場の土地で建設を開始し、1986年8月17日に落成した。この病院は初めて保証金を廃止し、触発された行政院衛生所は、全国の病院にも廃止を要請した。実務には、 台湾大学附属病院の副院長の森氏面、また、喧嘩主任の総分品を招いた。病院の完成後、ハードはあるがソフトがないことに気づき、教育事業として、看護学校、医科大学を設立した。その後、中華民国国内の救済活動のほか、リサイクルを中心とする、環境保護運動、中国大陸での災害の被災者救援活動、 国際救援活動に発展した。1991年の中国大陸の水害では、彼女は現地を見舞い、街頭募金を始めた。中国大陸での救助活動や、国際救助については、台湾の様々な立場に人から批判を受けた。彼女は、基金会の会員には、政治参加を原則として許していない。彼女は諸子を堅持し、次第に、基金会は、 大きな慈善団体に成長した。静止後は、彼女の著書ではなく、弟子たちへの教会であり、弟子たちがまとめたものを出版し、社会に、とても良い影響をもたらした。身を収める格言としても引用された。地図見教師友の会では、さらに進めて、小学校で、静止後を用いた授業を行っている。彼女が、基金会を創設してから40年余りが経過し、 地ズみ衆とも言われるようになった。一人一人の会員に彼女の教えを受け継ぎ、地ズみの理念を巨げさせる使命感があり、人心の正常化に努め、社会と共に災難のない世界を清潔な浄土を作ることを目的としている。彼女は、私の教えは、ホッ行の精神を根本とし、無料、義経を精神とするという。無料、 義経特攻品の静弱成長、資源移ろきよし、森行不動、奥一万千光を、生死の宝脈とし、無料訪問、ことごとく現在前、徳王子へ、通達処方を、地図の収門とする。陰準の教えの、仏教のためにとは知恵であり、修行のためにとは大愛である。修行方法としては、正常な汚れのない心を保ち、人々の中に入って、 救済事業を行い、知恵を磨きます。慈悲の心で、人々の求めに応じて、福を納め、心に無明を止めて知恵を納め、常に心を正常に保つ。これらを修行することは、成仏につながる。ありがとうございます。